いやあ、刹那圭介だよ。アリスメア、次からやっていきたいと思います。全員に挨拶し終わったっていうことでいいんかな。それともこっちにまだ部屋、用事ない。女子トイレだった。ここトイレなんじゃ。全然トイレ感がないよな、これ。そうか。じゃあもう、あれかな。先生の部屋に戻ればいいんかな。全員に挨拶したし。うん。先生、挨拶してきましたよ。先生、先生。挨拶してきたんだね。どうだった？そうやな。挨拶したん、4人だったかな。5人おるみたいやけど、1人おらんかって4人に挨拶してきたんやけどさ。そのうち2人が不思議ちゃんでした。ちょっと、この施設での生活、ちょっと、不安になってきます。そうか。ちゃんと話ができたみたいで安心したよ。いや、そんな、そのうち2人は、全然、あ、話になってなかったですけどね。人見知りでほとんど話してないっていうパターンも1人おったけど。ちょうど夕食の時間だから食堂に行こうか。よし、じゃあ腹減ってました。今日の晩飯なんかな？ワインあるかな？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後は自分の部屋に戻ってすぐに寝る準備をするように。他の人に部屋に行っておしゃべりするのはいいけど、2階にはもう行かないようにね。解散。失礼します。ここに来てしばらく経ったけど、もう慣れてきたかな。もう数日後の話になっとる。そんなに経ったんじゃ。てかちょっと子供の数5人しかおらんかったけど、リックまだ帰ってきてない。リックと出会いたいな、つか話したいな。どんな子なんかな。記憶の方はどうだい？そうか。いや、無理に取り戻そうとしなくてもいい。ゆっくりでいいんだ。きっと、すべて思い出せるさ。そうだ、何か欲しいものは？できる範囲だけど、買ってくるよ。やっぱ、麻雀の台が欲しいですね。麻雀のパイと一緒に。麻雀みんなでしましょう。あ、先生、買った時は一緒にしませんか？お金かき合ってさ。楽しいですよ。なんか俺の喋ったことが分かったかのように、てんてんてんって言葉でできたんやけど。惹かれた。先生に惹かれた。麻雀とか言い出したけん。小学生の男の子が麻雀の台買ってとか言い出したけん。まいったな。それは僕には与えることはできない。そうですよね。小学生に麻雀とか早いですよね。買えるものじゃないしね。ごめんね。勉強しておくよ。あ、先生、麻雀のこと詳しくないんか。それじゃあ、また新しい本を買ってこよう。麻雀の本。麻雀の本。そこまで頑張ってくれるんや、先生。麻雀っていうゲームのために。アレン君は本当に本が好きだね。難しい言葉ももう理解できるようだし。すごいな。まあ、これぐらい当然ですけどね。先生は頭が悪いからね。難しいことはよくわからないや。いや、なんでもないよ。アレン君は世界とは違う。世界があるとは言えば信じるかい？いや、ただのおとぎ話さ。そうですね。ないですね。そんな、そういう非現実の的なことに頭を働かせたくないんですよ、私、アレンは。でも、扉に誘われたら、その扉は開けないようにね。よし、もう部屋に戻ろうか。鍵もかけに行かないとな。早く寝るんだぞ。はーい。でも、寄り道、あ、鍵かかっとるわだ。くそ、先生、鍵かけかかった。あったかい、地図や。変な模様だなって。文字が読めるぐらいに、難しい文字読めるぐらいに頭いいくせに、世界地図を見たことない。勉強不足ですな。国語はできても地理ができんパターンのやつじゃ。あ、ここはダイニングだったんじゃ。こっちはいけるかな。鍵かかってる。先生、遊びに来ましたよ。いない。この野郎。この野郎っていうことでも、ここって外に出るための、入り口出口かな、これって。上の階に行ってみたろう。
意味はないと思うけど、上に階にライブラリー、図書館か。本好きなんだ、入れた、よっしゃおっしゃおっしゃ。病気の本？へえ、すごいな、いろいろあるんじゃ。え、ちょっと待って、病気の本ばっかある。ちょっと待って、え、図鑑、よかったよかった。病気の本ばっかここだけで埋まっとんじゃ。先生どんだけ子供たちに病気してほしくないんや。なんかすっごい優しいところ見たわ先生の。あとは図鑑、いろんな本、絵本とかそういうのもあるんかな。もう一回って、この橋の端にさ、先生がエロ本隠しとったりはせんのかくさ。ああ、素直に部屋戻ろう。あれ、え、ちょっと待って、え、どういうこと。え、部屋一つしかない、ルーム101って、こんななかった。え、ルーム101ってな、こんなほんわかな音流れようけど、こんなはずじゃなかったって感じですけど。てかここら辺トイレなかった、トイレな、あ、これよう考えたら2階や。今よう考えたら2階やこれ。そりゃそうや、やけどそのルーム1っていうのがなんか気になる。俺の天然が出てきたところやけど、ちょっとルーム1が気になったけど先行ってしまえ。あー、鍵かけられてる先生め。そうやそうや、ここ2階だったわ。1階なんや、1階に戻ってから左行かんけど俺の部屋あるわけないで、そりゃ。ちょっとしたところで天然出てきたな。ステラ、何やったっけ、ステラちゃんか。おいステラちゃん、おいっす、絶対前にあなたが一番生きてる気がしないって言ったわね。言われましたよ、めっちゃショックでしたよ。どれくらいショックかって言うたら、カメムシが頭の上に乗っかったぐらいショックでしたよ。でも先生も同じくらい生きてる気がしないわ。え、どういうこと、あの先生なんかやらかしたん。清潔感がないからかしら、髪の毛ボサボサだし。そんなに手入れしたいんだあの先生。見た目すっごいイケメンというか、かっこいいというか、そんな感じなのにな。残念やな、私より髪の毛長いし。そんなに長かったっけ、あんま見てないな。この前総先生に言ったら、グレープフルーツを食べたような顔してた。酸っぱそうな顔なんじゃ。そんな顔するんじゃ、えへーみたいな感じだったのかな。変な声、興味ないわ。お前のキャラだったら変な声に興味ありそうな担任かもしれんよ、オカルトとかそういうのに。本当にあれでよかったんかな、名前あれでよかったんかなって感じの人。はい、リックとはもう話したか、今いるぜ。マジで、レディーともう一人いるやつ、いつの間にかいるからビビるんだよな。すげえムカつくやつだぜ。本当にお前はの名前はジョシュアでよかったのか、名前変わっとったりしたりしてと思ったけど、やっぱ変わってない、よかったよかった、ジョシュアでいいんやな。名前全員なかなか覚えてないな俺。チェリッシュだったっけ。変な声が聞こえてるって、ジョシュア君が。あ、ジョシュアって、やっぱジョシュアでいいんやな。オッケー、怖いな、一人で眠れるかな。大丈夫、怖い時は俺を呼べ、一緒に寝よう。ああ、なんかちょっと控えた感があるような動き方された。まあいいや、リックおるんやってな。あ、え、これレディ、え、あれ、え、はじめまして。いや、はじめましてだよ。よく似てるけど、僕はレティじゃない。俺も間違いかけたよ。え、レティじゃん。レティしかおらんで、リックはって思ったらリックだったんか、これ。僕の名前はリック。君はアレンでしょ？そうですよ、アレンですよ。あなたはちょっと新入りでしょ？俺にそういう気をつく喋りかけておいてくださいよ。あの子から教えてもらったときは、レティがお休みするときは、僕がここでお留守番をするんだ。へえ、ちょっと違うけどそれでいいよ、よろしくね。あ、よろしくやけどさ、お前新入りやろ、前からおったっていうそういう嘘をついて、俺よりも先輩面するんじゃないんだ。お前先輩は俺や、俺の方が先におったんやな。わかったか、お休みしとんか。オッケー、さて寝るか、よっしゃ、トイレ行こう。
トイレ行ってから。トイレ行って。ああ、別にそういう日。オッケー。寝よう。セーブして寝よう。いいっす。暖かい。暖かい。暖かい。寝れへんのかい。寝れへんのかい。え、寝れへんの。え、じゃあどうすればいい？全員分の部屋もあったしな。あとはイベントが何とかしてくれるパターンか。出ていってん。ダメ。あれ？先生。先生先生。どこに行けばいいかわかりません。助けてください。先生。いろいろな連絡先が記されている。へえ。いや、先生。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 あれ。わ、こんな部屋にも入れる。なんこれ。蝶の標本。めっちゃでかいやん、蝶。超でかい。めっちゃ寒。特に本ばっかか。え、ちょっと待って。え、 お前何の話したんや。え、夜2階から変な声がするんだよ、助けてって。やだよ、気持ち悪い。確かめに行けるわけないだろう。そんなに気になってるんだったらアレンが行ってみれば。あ、先生には言うなよ、僕が怒られるからな。って言葉を聞いてこの部屋出た瞬間にこうなったんやけど。え、何これ。え、何、もう寝ろってこと？寝ろってこと？うん、暖かい。寝ろ、え、寝ろってわけじゃないんだ。え、どういうことだ？先生、先生。おい、おい、リック。リック。リック。おい、電話かかってき、電話じゃないわ。電気消えたで。電気消えたで。女子は？女子はどういうこと？なんなんな、なんだ、名前忘れた。名前忘れた。何やったっけ。ステラ、それ聞いた、その話聞いた。電気消えたで。え、先生、先生、館内の電気が全部消えました。どういうことですか。先生いない。先生、まさか2階になんかおるっていう話は本当なのか、ちょっと調べていきたい。調べに行きたい。どうしよう。鍵かかってるわだ。助けて。え、誰だ。私を呼ぶ声が聞こえてきた。誰だ。どっかからが声聞こえてきた気がするけどな。誰だ。おお、どっから声来てきたの。ここどっから聞こえてきたんかな。誰だ。どうか、分かった、お前やろ。お前しかおらんやろ。助けてー。やーだ。バイバイ、まだね。声が気になる。ですよね。はい、わかりましたよ。助けますよ。恩は3倍返ししてな。わあ、助けれてないやないか。て、あれ？先生、誰だ？アレン君か。大きな声、音がしたから来てみれば。こんなところで何しているんだい。先生は2階にはもう行かないように寝る準備をと言ったよね。言ったんですけど、上司が変なことを言うけんで、2階行ってこいって言うけんさ。ちょっと、蝶が助けてと言ったからか。なるほどね。でもその蝶は生きているようだが、もう死んでいるんだ。魂のないものは喋らないだろう。ぐしゃぐしゃだね。怪我はないみたいだね。よかった。
グラスの破片も散らばっていて危ない。先生が片付けるから自分の部屋に戻って寝なさい。え？なんですか先生？なんですか？なんでもない。少し頭痛がしただけだ。そんなに謝らなくてもいいんだよ。次やらなければいいんだ。わかりました。次から女子へのことを全部無視します。それでいいです。それで大丈夫です。はい、大丈夫大丈夫大丈夫。ほら、おやすみ。怖かった。くそ女子やめ、変なこと言いやがって。俺が怒られたでないか。報復しに行ってやるわ。くそ女子や。おい女子は、くそ何寝とんだろあいつ。俺怒られたんやで、お前のせいで。くそ、寝ろって言うたな。ん？猫の声。え？え？何音？何今の音？何や、何が始まる？え？何これ？何ですかこれ？何ですかこれ？ちょっと何ですかこれ？なんかよくわからんところ来てしまいましたよ。ジーザス、なんだなんだ、初めて見るおかしな人間がいるじゃないか。お前もおかしいけどさ。なんだい。イエス、アリスが夢だと言うなら、ここは夢さ。ここはアリスが言うこと、思うことが全てだからね。そんな名前じゃない。いや、アリスはアリスさ。だって俺がそう言うんだからそうなるのさ。お前なんちゅう自己中なことを言うんだ。さっさと言ってることが、さっきと言ってることが違うって。そりゃあそうだ。ここには私を含めおかしなやつしかいないのさ。シシシシシ自分のことで自分でおかしなやつ言ってる。なんかかわいそうになってくる。おかしいけどさ。そりゃそんなことおかしいけどさって言うた瞬間にそんなこと言うなよって出てきた。何このゲーム。たびたび俺のセリフを先読みしたようなセリフが出てくるんやけど。うまい飯だって夢だって中途半端に冷めたらまずいだろ。じっくり味わってけよ。おっと、こう見えても僕は忙しいんだ。んじゃあばよ。何やったんやあいつなんかよくわからん世界に迷い込んだみたいや。アリスって出てきたな。タイトルにアリスメアっていうのと、アリスメアっていうタイトルとなんか関係あるんかな。よし、じゃあ今回はこの辺です。エブ、なんか今日よう噛むなって思うな。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.